北門バス株式会社は、北海道門別市に本社を置き、バス事業を行う企業である。オホーツク館内北部を中心に、路線バス、貸切バスを運行する。大鳥門起動廃止後の河野前地区は、交通機関がない状態となった。これを解消するために、門別町が中心となって1949年に設立された会社である。社名は、門別を、 日高門別や各地に所在する門別と区別する際に使われることがある北見門別から名付けられている。同年9月27日に門別港の前、港の前マルセップの認可を取得し、10月より運行を開始した。路線もは1952年までに、立牛、滝の上、中遊別、おこっぺ、港の前エンガルと拡大。1950年には、 貸し切りバス事業を、1953年には、ハイヤー事業を開始するなど、事業拡大したものの業績は伸びず、札幌陸運局の指導により、タクシー事業の分離や不採算路線の廃止を行った、結果、優別町 A バスや、宗谷バスの路線を引き継ぎ優別町南部やサロマ町、西オコッペ村まで、路線拡大を図るなど、業績が回復している。 1960年には、常在系鉄道と資本提携を行っている。その後は、門別市内線の開設などを行い市民の利便性向上を図るなど、拡大傾向が続いたものの、昭和40年代に入り過疎化、モータリゼーション化の進行により、利用客が年々減少していた。1970年には、ワンマン運転化の前提として、が軽線を除いた。 全路線に整理券方式を採用し車掌の業務を削減。その2年後からのワンマン運転開始、不採算路線の廃止、河野前営業所と門別営業所の閉鎖など合理化策を講じた。門別市内線においては市街地の拡大や団地造成、道都大学の開学などによって拡大傾向が続いた。2001年には上鉄との資本提携を解消し、 東急グループから離脱した。現在は、社員持ち株制で運営される。脱退の際には、当時の労組委員長が社長に就任するなど話題となった。2013年4月より導入された、見て楽しいバス山バージョン同会バージョン停留所名は、元門別。乗車券類販売は、曜日と時間を限定して行われる。停留所名は、滝上営業所。 貸切バス専門営業所、あばしりバス、札幌営業所と同居。乗車券類は、都市間バスは、門別バスターミナル内の道北バス、門別案内所で、一般路線は、門別営業所、滝上営業所、門別バスターミナル内の門別観光協会、おこっぺ町商工会で取り扱う。門別にて、特急を報告後旭川駅付近にて、札幌線と旭川線を、 北海道中央バス JR 北海道バス東北バスとの共同運行で設定。北門バスは高速流氷も、うべつ直行便を担当する。予約制。札幌発着便は2006年12月より座席指定となっている。旭川発着便は自由席。2020年12月1日に廃止された旭川経由便では札幌旭川間は 高速旭川号に順次予約不要、旭川門別館は特急をホーツク号に順次予約制であった。札幌発着便はピップ大雪パーキングエリアで、旭川発着便は上川駅前で休憩時間を設定する。1984年6月27日に道北バスが特急をホーツク号4往復新設し、なぎさ経由で運行。 翌年には一往復増を回し、1 9 8九年より北門バスが加わり六往復となり、南側か三丁目経由を新設した。1九9六年四月十一日より、高速浅比川5と特急オホーツ号各四往復を振り替え、高速流氷も運別号を新設。高速流氷も運別号は、なぎさか経由で四往復、特急オホーツ号は、 南が丘三丁目経由で三往復都市四社共同運行となった。高速流氷も宇別号の経路は門別市内が渚勝経由となる以外は高速朝日川号と特急を宝つ号に準じていた。2001年4月1日より高速流氷も宇別号のうちに往復は朝日川を経由しない直行便に振り返られ二0三年十二月一日からは さらに一往復が直行便に振り替えられた。また、2006年度より2月の流氷観光期限定で直行便が二往復増回された。直行便限定で、愛別東町、上川ポンモシリ停留所が設置されたが、旭川門別自動車道の延伸により順次、廃止され、浮島インターチェンジまで高速道を利用することとし、のっぽろから滝の上町の滝西まで停留所は、 設定されなくなった。また、両方向ともに上行可能で、全便が停車していた、浮島トンネル記念公園停留場は2006年12月1日に廃止されている。2020年12月1日に高速流氷も、無別号の旭川経由を廃止。門別札幌は、全便直行。門別旭川は、特急を放つ後に一本化された。 2005年度の乗車実績は49,647人。門別市内線の車両を2010年11月より、くるりの愛称が付けられた。門別市内では、の4路線が運行されていたが、運行ダイヤや、経路の効率化などを目的として2008年9月1日より1ヶ月間、門別市が主体となって循環バス実験が行われ、北門バスが運行を受託。市内線は、 乗り入れない、門別バスターミナル乗り入れや1日乗車券導入、乗り継ぎ割引の適用などが行われた。2009年10月1日より再開された、実証実験では終了予定を数度延長して、継続的に運行され、民間で採算が取れる目処がついたことから2011年4月1日より、自主運行に切り替えられたおこっぺ、オーム、上諸骨、滝の上方面をオーム発、 おこっぺ初紋別高校業の行き先表示比較紋別高校、新生なぎさかつ四丁目間は、同方向へ向かう路線同士で経路が2分されており、おこっぺ線と上諸骨線は、山手線と山の上線経由、オウム線と滝の上線は、北海道道305号を通る南が丘三丁目、北浜一丁目経由で運行。紋別と広域紋別病院は、 両経路とも経由する。門別高校投稿日のみ運行。門別中心部を経由せず、北海道道713号を直行する。滝の上町内路線滝の上町内路線29線滝奥間は廃止されている。札来る奥サックル館は水曜のみ運行。上も別、門別空港、遠軽方面駅停より先、港の前、マルセップ町を経由し遠軽まで運行されていた。 エンガル館は1971年に廃止され、旧エンガル町域の一部をエンガル町 A バスが代替する。2012年4月1日より、門別市による貸切バス扱いとなり、運賃無料となっている。名寄本線代替路線となって以降、元門別、小向間は国道238号を通る新一本松、新八重市経由と、門別。 小向間の小向線を延長した北海道道873号を通る一本末、8四経由が運行されていた。2005年10月1日に国道238号経由が廃止され、北海道道873号経由に一本化されたが、2010年4月より元門別小向カ7000をおほうつく門別空港経由に変更。 2011年5月1日より一部便が、オホーツク流氷公園構内、門別空港ターミナルビル前に乗り入れを開始した。エンガルより先、イ田原、ルベシベを経由し北見まで急行バスの北見線が運行されていた。1962年に北見バスとの相互乗り入れで運行を開始したが、北見バス運行便は1990年代半ばにエンガルで系統を分割し、普通便に 振り替えとなった。北門バス便は2001年に3往復に増便したが、2005年10月1日より再度一1往復に減便となり、2009年3月31日、限りで廃止され、円軽線に振り替えられている。円軽線は2005年10月1日より、北海道道873号経由に一本化されたが、北見線は、 路線廃止まで国道238号経由で運行されていた。定期観光バスは、冬季流氷観光期に運行される。門別市内を周遊するガリア号運行。門別バスターミナルから、流氷科学センターや海洋交流館を経て、オホーツク流氷公園とを結ぶ。1988年2月1日より、アバしリバスと共同で、オホーツク流氷ロードバス、 新規ロ号運行。現在は東北海道エクスプレスバスとして他社便と一体に取り扱われ、北門バスは門別発着便を担当する。宗谷バスと共同でポールスター号の運行も行っていたが、2006年以降設定されていない。ナヨロ本線廃止後、全線直通するエンガルナヨロの快速便と出入港に用として門別ナヨロ間の快速便。 縁がある優別おこっぺ間の普通便を運行していたが、現在は廃止されて、おこっぺ移政は、名刺バスが単独で運行。ただし、なよろ本線バス代行引受け事業者間共通、乗車制度によりおこっぺなよろ間の名刺バス便では、現在でも、当社発行の回数乗車券が使用できる。おこっぺ町 A バスが代替。おこっバスがバス引き継ぎ路線。 1963年に運行開始したおこっぺ、西おこっぺ間と合わせて、門別おこっぺ、西おこっぺ、滝の上門別間の、循環線も運行した。循環線は、おこっぺ、西おこっぺ間廃止により、1970年5月14日、西滝線は1971年4月12日に、廃止され、西おこっぺから19号を、西おこっぺ村営バスが代替、滝の上町域の一部は、 サツクル線で代替。優別町から1957年に引き継いだ路線。北見バスへ上九5969年に廃止となり、優別町域内のみ町営バスが代替する。優別町から1957年に引き継いだ路線。北見バスへ上等5970年に廃止。優別町営バスが代替する。貸切バス事業は、北見、釧路、帯広の、 各運輸支局管内及び札幌市、千歳市での発着が認められており、同等地区事業者10社で組織する東、北海道貸切バス事業共同組合に加盟する。試験導入されたノンステップバス三菱不創性が多い。門別市内循環バスには実証実験時に、門別市がイスズ・ジャーニー J を導入。自社導入車両の一部も塗装が合わせられている。 一般路線バスは自社カラーで東急マークは外されている。都市間バスは東急マーキュリーカラーで運行されていたが、現在は主に青色ベースの独自カラー車で運行され、オホーツクタワーとガリンコ号のラッピングバスや北海道北見バスから中古導入した三列シート車がある。車両は2017年3月31日現在で23台、保有。 国土交通省基準適合車両はワンステップバスの比率が高い。2005年に試験的にノンステップバス3台を導入したが、車内に段差が多く使い勝手が良くないとの判断から、以後の車両更新ではワンステップバスを導入している。貸切バスは14台保有。スーパーハイデッカー車は都市間。 バス車両と同じ青色独自カラーと全事業者のカラーをそのまま流用した車両、ハイデッカー車両はバスセンターカラー、青色独自カラー、東急マーキュリーカラーとなる。門別市が保有するバスの運行管理を自宅している。2007年4月より閉鎖されていた元門別管理郵便局を本社内に移転させ、郵便窓口業務再委託業者を呼び、 ゆうちょ銀行代理業者を受託し2010年3月15日より営業を行っていた。2019年3月15日より一時閉鎖となっている。ありがとうございます。